おはようございます、たかしです。本日は5月12日金�曜日、ただいま9時3分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。それでは日足から見ていきましょう。昨日の日足は陰線、これで連続陰線ですね。ここでは小さく下落トレンドを描いてきてますが、基本的には今日足は上昇トレンド中。この GMMA の向きを見ていただいたらわかりますが、基本はこの GMMA の青帯の向いている方向にトレンドが出ておりますので、現在は上昇トレンド中。その中で4時間足単位で今下落トレンドに入ってきたところですね。本日ここのオレンジのトレンドライン付近まで今下げてきてますので、ここを下抜けるのか、それとも現在地からの反発をしていくのかというところですね。今日足の GMMA に接触しかかっているところですので、このあたりからは反発しやすいところになってきます。ただし日足のストキャスティクスまだ下げる余地がありますので、上がっても上値は重い、ここから反発上昇してどんどん上げていくというイメージではなく、上がったところは売られやすい、もしかするとこのトレンドラインを下抜けるような、そういう動きにつながる可能性も高くなってきてます。ただストキャスティクスが下に下げ切ってしまったところでは、次 GMMA と接触してますので、そうなると反発の上昇に入りやすくなりますので、現在はまだ戻り売りですが、そろそろ日足単位での反発上昇に入ってもおかしくない、そういうところまで下げてきたということは覚えておいてください。現在は日足のこの緑のボックス上限付近でもありますので、今このトレンドライン、そして GMMA、 それから緑のボックス上限というところで反発しやすいポイントではあるんですが、やはりストキャスティクスがもう少し弱いので、まだもうしばらく下げるんだろうなというイメージが持てます。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足の GMMA は今まで上向き、つまり上昇トレンドだったんですが、今それを崩しにかかってきてます。GMMA が今下向きになりかけてきましたよね。もちろん今収束しているので、もし本日強く上昇してきた場合は、この GMMA を上抜けて再び上昇トレンドに戻っていくと考えるんですが、今のところ日足のストキャスティクス等を見ていても少しそれは難しいのかなと。つまり現在のこの上昇トレンドを大きく崩しにかかるような今動きになってきてますので、ここからの大きな下落っていうところに期待ができます。ただ日足でも言ってましたように、現在は反発しやすいポイントにありますので、一旦の反発上昇を待ちたいところ。そして4時間足の GMMA が今下向きになってきてますので、反発上昇した後、そして4時間足の GMMA に上値を抑えられるような動きになれば、そこからの下落を狙っていく。その場合は次はこのオレンジのトレンドラインを下抜けるような動きになってくる可能性が高くなると見ます。現在は4時間足ここにディセンディングトライアングルみたいに見えますよね。この黄色の切り下げライン、そして現在地のこの青いラインで挟まれたディセンディングトライアングルですので、そう考えるとこの黄色のラインぐらいまで戻す可能性はありますけれども、まずは4時間足の GMMA 付近で上値を抑えられる可能性を考えておきたいですね。今ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここから売っていくのは優位性がありません。マックディは弱いので、上昇しても上値は重いかなという印象は受けますので、もしかすると GMMA までは戻してこない可能性もあります。現在地付近で張り付くような動きをするかもしれませんが、基本的には上がったところを売っていく戻り売りっていうのがやりやすいと思いますが、今は反発ポイントにもありますので、下がったところは買われやすいですし、上がったところは売られやすいというところにありますので、一度大きく下抜けてからの次の下落の流れに乗っていくか、もしくは一度上昇してからの下落の流れに乗っていくのが分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足には直近の下落にフィボナッチリトレースメントを当てております。その 38.2% ぐらいまでは戻してきてほしいところですね。今ちょうどそこは GMMA の青帯と接触する部分にありますので、このあたりまでの上昇を待ってからの次の下落の流れ、もしくは4時間足の GMMA はこの辺ですね、169円後半ぐらいのところに通ってますので、そのあたりまでの上昇を待ってからというところです。つまり本日は169円ぐらい、もしくは170円手前ぐらいまでの上昇を待ってからの、そこからの下落の流れに乗っていく。このまま続落するようですと、一度昨日の安値を下抜けて、もう一度昨日安値ぐらいまで戻してきて、そして昨日の安値付近というのが
次レジスタンスに変わったのを確認してからの下落、つまりこういう動きですよね。こんな感じですね。こういう動きをするのであればそこからの下落の流れに乗っていくというのでもいいと思います。今は反発上昇しやすいところではありますが、1時間足の GMMA は下向き、つまり1時間足は下目線で下落トレンド中、4時間足の GMMA も今下向きに変わりつつありますので、4時間足の GMMA を上抜けるまでは下目線で上がったところを打っていくというのが安全だと思われます。ただ今日足単位では押し目買いポイントに来てますので、強めの上昇には気をつけて、上昇すれば上げ止まったところからの下落を狙う。ただし4時間足の GMMA を上抜けてきた場合は一旦の売りは様子見がいいですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。